車載テレビによくあるスタンドがグラグラしていて使い,使いにくいので細工してみたいと思います、えー、このスタンドは取り付け部分が非常にですね、えー、弱いので、えー、この部分を改善したいと、えー、使ったものはワッシャー2個,2個だけです、えー、これですね、えー、後ろを見てみると えー、このネジ1つだけで、ね、止まってるんですね。えー、ですから、えー、まずですね、これを外して、どのようにつけるか考えます。えー、スタンド外すとよくわかると思うんですが、あそこの部分ですね、下の部分1箇所だけで止まってる。えー、で、大変ですね、えーと、このスタンドもですね、えー 使いにくい、ちょっと使いにくいものなので、えーと、こちらもですね、使い勝手、ちょっともう少し良くなるようにしたいと思っています。このベース部分の取り付け方を変えようというふうに思いまして、えー、ネジを使ってですね、えー、テレビの後ろにこう溝があるんですが、そこへ固定できないだろうかと。 いうふうに考えて今ですね、えー、ネジを、えー、合わせています。M4 でしたね。メートルネジが使われているので、えー、家にあるもので簡単に使えます、えー。今ね、確認をしてるんですが、こっち側が M6 かな、えーと,うん、あのとにかくメートルネジだったので、えー、インチネジではないので、えー、家にあるものでな、ね、んとかなります。 で、こちらの方、えー、ここにね、四角いナットがついてるんですが、こちらをちょっと外して、えー、これをですね、えー、挟み込むのに使おうかというふうに考えました、えー。今ですね、外れましたね、えー。これをですね、上につけて、ここえー、最初はね、この、 えー、ボルトで止めようかと思ってやったんですが、ボルトは厚さがありすぎるんですね。で、結局、えー、この薄いナットをここにつけて、このナットですね、四角のナット、これを、えー、溝のところにちょうど入るので、えー、差し込んで、で、締めると。 いうふうにすると、えー、このベースの部分とですね、テレビの後ろ側が面で固定されますので、えー、がっちりつきます。えー、これ、かなりしっかりつけることができたなというふうに思います。足とベースをどのように固定するかをちょっとね、えー、考えました、えー。結局ですね、えー、こう。 なんうのラッチのようになっていて段階的に角度調節ができるんですが、えー、とそれがあまりに使いにくいので、えー、中に入っている筒状のですねギア状のものを反対にして、えー、効かないようにしてですね、えー、でちょっと間が隙間が空くのでワッシャーを2つ、えー、挟んで、えー、ネジで回して締めると。 いう風にして固定するようにしました、えー、使用したワッシャーは内径 6mm 外径 18mm のもので家にあったものです、えー、元にあったネジが効くようにですねこう締めていますが、えー、結構ですね締めないとこう固定されないんですね えー、しっかりあのグッと締めるとですね、えー、全然動きませんので、えー、問題なく、えー、使えるかなというふうに思いますこんな感じですね、えー、またですねスタンドを外すと、えー、別の使い方としてですね、えー、紐とか、えー、これは今アルミの、えー、太い線を使ってるんですが こういうういいもものでで上から吊るすすということここ可能です、えー、これを通しましてね曲げまして、えー、これを上から吊,吊ってぶら下げるんですけれどもただバランスが悪いんでまっすぐではないんですね結構斜めになっているので壁かなんかにくっつけるんだったら十分使えるかなと思います 最後にですね PC につなげて映してみますいかがだったでしょうかまた次回をお楽しみに。